とわだ南線とわ田南駅前にて、とわだ南線は、かつて、秋田県カズ市と青森県上北郡とわだ小町を、結んでいた JR バス東北の自動車路線である。本港では、JR バス、とわだ南線の沿革のほか、並行して路線があった、中北バス、とわだタクシー、およびかつて運行されていた高速バス、と、わ小号、及び2010年9月17日に運行を、 開始した高速バス、森岡、戸和田湖号についても記載する。本路線は、1934年8月5日に、青森休みや、ワイナイマの8 0トルを結ぶ路線として、開設された、省栄バス戸和田線が前進となる。この背景には、同年に政府が、観光事業の拡大を提唱したものを受け、省栄バスとしても重要観光路線を路線に加える、ことで、 これに応えたもので、後の国鉄バス4原則の中では、鉄道線の培養に相当していた。1935年には、稲井内から毛狭内までの 30km が延長され、同時に、青森自動車所の市所として、毛狭内支所が開設された。第二次世界大戦中は、不要不急路線として、運行休止となるが、戦後運行を再開し、1952年には、大井温泉と、 陸中花輪を結ぶ1 4トルの路線も開通した。また、1961年には、戸和田湖と大館を直通する便の運行を開始、1970年には、大館、戸和田南と戸和田湖間にバス指定券制度が導入され、この時にと、和田湖号という愛称が設定された。1982年6月23日の東北新幹線開業と同時に、 本路線の派生路線として、東北自動車道を経由して、森岡と十和田湖を直結する高速バスの運行を行うことになり、高速バスの相性は一般路線と同じと、和田湖号と設定された。一方、一般路線は、花輪線との接続を重視していたが、花輪線利用の観光客自体が減少した上に、十和田北線のように沿線に目立った。 観光地がなかったこともあって、観光客の利用が減少。さらには、沿線利用者も減少したことから、2003年に廃止となり、戸和田南営業所も閉鎖された。JR バス廃止後に路線を引き継いだ、中北バスも季節運行化を経て2015年に廃止。戸和田湖号は、岩手県盛岡市と青森県戸和田市戸和田港を結んでいた、季節運行の高速バスである。 2009年度から運行が中止されている。東北新幹線の開業に合わせ、数の地域やとわだ湖への観光路線として、当時とわだ南線を運行していた国鉄バスと、周北バス、岩手県北バスの三社で共同運行を開始した。運行開始当初から春季秋季にかけての季節運行であった。開業後、数年間は、 比較的好調な利用が続いたが、1990年代後半になると段階的に減便が実施され、周北バスが撤退した。その後、JR バス、東北と和田南線の廃止により並行する路線バスがなくなることから、と和田小川で実施していた乗降制限を廃止して、途中停留所での乗降を可能にしたが、やがて JR バス東北と岩手県交通も撤退。 2006年から岩手県北バスの単独運行となったが2008年には運行期間が秋と秋期のみに短縮され、翌2009年には運行が中止された。森岡駅西口湯ずから花輪から高速けまない、大湯温泉はいないと和田湖森岡、と和田湖号 JR バス、と和田湖駅にて、2010年10月撮影2010年9月17日より運行開始。 岩手県交通の単独運行。2012年度は9月14日から11月4日までの期間運行となる。森岡と和田湖間を利用の乗客には、戸和田遊覧船の運賃を100円引きとするサービスを提供する。森岡駅西口ゆずパーキングエリアホテル数の大用線と和田湖。ありがとうございます。